はははいこんにちはレトスでですす明日は試験ですね体調を崩さないこれを最優先しましょう寝る時間は絶対遅くしないいつもと同じ時間に布団に入れるようにしてくださいもちろん今晩は緊張して眠れないということはあると思うんですけれどもそれでも布団に入って目を閉じているだけでも大丈夫ですリラックスするために小さい音で音楽を聴くというのもいいと思います 間違っても夜遅くまで勉強する。これはやめておきましょう。まあ、実際私はいつも試験の前日っていうのはもう寝るまでに相当時間かかるんですよ。まあ、緊張しているからなんですけれども、布団に入ってから4時間ぐらい寝れないんですね。だから自分自身もこれちゃんと寝たのかなって、朝起きたときにちゃんと寝たのかなって思うこともあるぐらいなんです。まあ、それでもですね、まあ、試験は2時間なので、その2時間だけ集中できればいいんですよね。 他の時間は眠たくても、おおよそこの試験の2時間だけは眠くならないんですよ。まあ、覚醒している感じなんですよね。もう絶対に受からなきゃいけないっていう気持ちがやっぱ先行しているので、その2時間だけは覚醒できるんですよ。これもし徹夜してたら、その2時間も集中できない可能性があるんですよね。なので、いつもと同じ時間に布団の中に入るようにしていただければと思います。明日の試験、頑張ってきてください。応援しています。 それでは本日の3問に入っていきます共用部分の保存行為を行うためには規約で別段の定めのない場合は区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である丸か×かという問題ですねこれも考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えなんですけども答えは×です で、何が罰かというと、共用部分の保存行為っていうのは、各所有者が単独で行うことができるんですね。で、今回の問題は、各過半数による集会の決議と書いてあるので、これは誤りですね。集会の決議をしなかったとしても、単独で行うことができるんですよ。えー、各所有者、つまりマンションの所有者ですね、は単独で保存行為を行うことができます。じゃあ、 この共用部分の保存行為って具体的にどんなものがあるのでしょうかこういった時にさっと頭に思い浮かぶかどうかで理解できているかどうかが分かれてくるんですね例えばなんですけれども共用通路や階段の電球が切れていたから交換をしたとかあと共用通路の清掃行為こういったものが共用部分の保存行為になってきますちょっと難しい言葉で言うとですね のの価値を現状維持させるための行為になりますこの2つの具体例で言うとですね通路の電球が切れていたからそれを現状に戻すために交換してますよねまた共用通路枯れ葉だらけで汚い状態それをきれいにするために掃除したとこれも現状維持ですよねこういった行為が保存行為になりますでこういった行為は区分所有者の1人が単独で行うことができるんですよということですね で、2番です。重要事項説明について。宅建業者である A 及び B が、共同で宅地の売買の媒介をする場合において、それぞれの取引士、small A, small B が、共同で重要事項説明書を作成し、small A の取引士のみが重要事項説明をする場合、small A の取引士が単独で記名応印した。 重要事項説明書を交付させれば足りる、丸るかツかという問題ですね。まあ、今回の問題でいうと、取引士 A と B がいるわけですね。で、今回、取引士 A のみが重要事項を説明した。また、取引士 A のみが単独で、えー、重要事項説明書に記名、応印したと。まあ、そういった状況なんですね。で、これは、えー、罰です。で何がツかというと、この後半部分ですね。 共同仲介の場合、つまり共同媒介ですね、の場合、重要事項説明書には、すべての仲介業者の取引士の決名応援が必要なんですね。つまり、今回の事例で言うと、スモール A、スモール B、この二人の取引士の決名応援が必要なんですよ。しかし、今回の問題では、スモール A の取引士のみですよね、が単独で決名応援している。だから、罰になります。 スモール B、つまり、宅建業者 B の取引士。この人の決め応印も必要なんですね。で、説明自体については、どちらか一方が説明しても構いません。今回の問題だったら、スモール A のみが説明しますよね。これは問題ございません。意外と知らない方いますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて、問いさんですね。都市計画事業においては、都市収容法における事業の認定の告示をもって、 都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている、まるか罰かという問題ですね。で答えは罰ですえ。本来はえ土地を収容する場合、土地収容法における事業認定を受けなければなりませんえ。しかしですね、都市計画事業の場合っていうのは、都市収容法の事業認定、これを受けなかったとしても収容することが可能なんですね。つまり、都市計画事業においては、 都市計画事業の認可または承認の告示をもって都市収容法における事業の認定の告示とみなしているんです。今回の問題っていうのは逆になってるんですね。この都市収容法における事業の認定の告示をもって都市計画事業の認可または承認の告示とみなしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りです。 ちょっと無料の動画でお伝えできる内容でいうとちょっとここまでなんですけどもこの問題ちょっとイメージしにくいんですねなのでイメージの仕方だったり理解の仕方については個別指導で解説させていただきますでチャンネル登録まだしていない方は毎日この3問の動画配信させていただきますのでこの動画の下のチャンネル登録お願いいたします今日も動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした